こんにちは。今日は太陽熱マルチと人参の種まきについてやっていこうと思います。前回太陽熱マルチ行ったところなんですけど、ちょっと今何度ぐらいになってるか気になったので、温度計で調べてみることにしました。これは天ぷらとかやるときに使う温度計ですね。で、透明マルチ、今しっかりされてるんで、相当熱くなっています。ビニールの上に当てただけで温度がぐんぐん上がってって、まあ、50度以上は確実にありますね。で、刺してみると、まあ、大体、じわじわ上がっていくんですけど、60度ぐらい。2、3センチぐらい刺したところは約60度ぐらいの温度がありました。この日は結構雲も出てて、まあ晴れてるんですけど曇りっていう天気なんですけど、それでも60度ぐらいいってたので、快晴の時はもう70度近くいってるんではないでしょうか。で、ちょっと地表面に上げて温度を測ると、また温度が上がり出すので、まあ62度、3度ぐらいはありますね。で、だいぶ透明マルチで、太陽熱マルチで地面を消毒したので、まあこれから人参を植えていこうと思います。で、ちょっとこの時草刈りがすごいうるさかったので、ちょっと音は消しています。透明マルチを剥がすときに、畝に乗ってる土が上に乗らないように剥がしていきます。で、この時ちょっと雨も降っていたので、一列丸々はできそうになかったので、だいたい3分の1ぐらいで作業はやめました。あと、人参の種を1センチ、2センチ間隔ぐらいで落としていくのはすごいしんどい作業なので、この一列丸々はちょっときつすぎですね。ちょっと一回じゃできないです。まあ、この辺りで切ってますね。だいたいこの畝の広さだったら5列ぐらいいけそうだったんで、種は5列にまいています。で、透明マルチを左側の草が生い茂っている畝間にかぶせていきます。この透明マルチを防草シートの代わりに畝間に敷くということですね。防草シートはちょっと足りないので、まあここはちょうど透明マルチを剥がす場所だったんで、左側は透明マルチで防草シートの代わりに使おうと思っていました。透明マルチを防草シートでも使用した U 字ピンを使って留めていきます。で、この時畝にまだ残っている透明マルチを剥がさないように貼るのがコツになります。ただちょっと土をかけるのが少なすぎたので、後でここは物を乗せて剥がれないように工夫しています。で、この防草シートの代わりに使っている透明マルチなんですけど、今結構畝間に草が生えてるんですが、透明マルチだからすごい高温になるため、この雑草は途中で枯れていくことが期待できます。で、人参の種をまく溝を適当な角材を使用して
溝をつけていきます。まあ、この角材なんですけど、何でもいいです。支柱を立てるときに使うイボ竹とかでもいいと思います。ただこの時、畝ができるだけ平らじゃないと、結構この溝っていうのは綺麗に引けないので、畝を作るときはできるだけ平らで畝を作りましょう。で、5列にするのに真ん中1本、左右に2本溝を引いていきます。溝が引き終わったので、人参の種をまいていきます。今回は陽光2号という人参の品種を植えていきます。この人参の種子はペレット状になっているので、普通の人参より段違いに種まきしやすいです。コーティングされてない普通の人参の種だと糸くずみたいな感じの種なので、まあ一定間隔にはまくのはすごい難しいです。もうめんどくさくなってまとめてバッとまいちゃうと、間引きをするときにすごい大変になっちゃうんですけど、このコーティングされた種子だったら、大体の間隔で置いていけるので、まあ、実質、間引きはしないで済むようになります。ただ、楽になったって言っても、このちっちゃい人参を一定間隔で置いていく作業はとても、とても辛い作業になります。できれば、プロが使ってるような挿し木とかあると、一瞬で終わるので、欲しいんですけど、調べてみるとだいたい3万5万はかかるようで、ちょっとまだ手が出せるようなものではありませんね。挿し木であれば機械にこの種を入れて、この上をコロコロコロと転がすだけで決められた間隔に種を落とせるので、で種を落とした後にさらに土で埋めてくれるので、本当にコロコロコロっと走らせるだけで種まきは終了してしまいます。この手でまくスピードと比べると、どれぐらいだろう。10倍以上、50倍、50倍は違うんじゃないですかね。いや、下手したら100倍。比較にならないぐらいの速さで終わると思います。これからも人参を植える機会がある方でしたら、で、一定の広さに人参を植えることができる人だったら、買っといた方がいいかもしれません。ちょっと私も迷っています。で、この大変な作業を5列やっていくということです。小雨が降る中、やっと5列巻き終わりました。めちゃくちゃ大変でした。こう動画で見るとすごい綺麗に巻けてますね。いや、めちゃめちゃ大変です、本当に。これちゃんと発芽しなかったら本当に泣いちゃいそうです。で、残りの作業は、この巻いた種を土で埋めていくという作業になります。まあ、この作業は種まきより全然早いんですけど、これもこれで地味で辛い作業なんですね。種の両脇にある土を手で一回一回こう挟むようにして土をかけていくという
作業になります。この5列だけで多分1000以上種はまいたので、それが実際収穫できる本数ってなるとどんぐらいなんですかね。800とかになるんですか。800で1本50円だとすると、8535、3万5千分、3万5千分取れるってなると、まあすごい嬉しいですね。実際1000粒で700円前後なので、700円前後で3万5千円だから、まあ50倍。だから人参1本で50倍、50円だとしたら種が1円で50円の人参ができたってことになりますね。うまくいけばですが。で、残りの3分の2がまだ何も埋めないで残っている状況なので、そっちにはまた別の品種の人参を植えていこうと思います。今度植える人参は一応黄色い人参とアロマレッドという品種と、あとはドクターカロテン5っていう品種を植えていこうと思います。一つの品種だとちょっと芸がないかな、つまんないかなと思ったので、まあ何種類か植えてみようと思います。で、種を土に埋め終わったら水をあげて段ボールで覆いました。まあ、この上から黒寒冷紗をかけて乾燥防止をしていきたいと思います。直射日光が当たっちゃうとどうしても暑い時期だと一瞬で水分が蒸発しちゃうので、まあ、こういった資材を活用してなるべく水分を保つようにしたいと思います。人参を発芽さえしてしまえば簡単な野菜って言われてるんで、まあ、その発芽までが大変ということですね。めちゃめちゃ小さい種なので、水が切れると一気に枯れてしまいそうですね。なんでこうやって黒寒冷紗をかけて蒸発を防いでいこうと思います。いや、あれだけ苦労したので絶対失敗したくないですね、これは。結構暗くなっちゃってるんですけど、頑張って作業してます。まだ春に植えた人参が収穫できていないんですけど、まあこの人参も秋冬にできるのがちょっと楽しみですね。今日は以上です。ご視聴ありがとうございました。